美容健康アイチャンネルの柿内愛です。今日は毎日とるお水とあとお塩についてお話をさせていただきます。毎日とる水分っていうのがすごく重要になってくるんですけれども、できればお茶とかコーヒーじゃなくてお水を取っていただきたいんです。お水を取っていただくだけで体の中がすごくきれいに生まれ変わっていくっていうのと、お肌もどんどんきれいになっていくので、水分をお茶からお水に変えていただくだけでもだいぶ変わるんです。で、なぜ水がいいかと言いますと、お茶とかコーヒーとかに含まれているカフェインとか添加物とかを解毒するのに、体の中の水分っていうのがどうしても奪われてしまうんですね。で、なのでお水で水分は取っていただきたいんです。想像していただきたいのが、赤ちゃんのお肌ってみずみずしいじゃないですか。それは赤ちゃんの体っていうのはほとんどが水分でできてるからなんです。ただ残念ながら悲しいことに、年を重ねるごとにどん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 体内の水分量っていうのが減っていくんです。なので年を重ねれば重ねるほど、より一層お水を意識して取っていただきたいんです。っていうのが、私の場合よくお肌が綺麗ですねって言っていただいたりとかするんですけれども、私は1日2リットル以上の水を必ず取ってます。で、お水を取る時の注意点なんですけれども、一気にガバ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 大量に飲むっていうのではなくて、できたらこまめに取っていただきたいんです。たくさん一気に取ってしまうと心臓にも負担がかかってしまいますし、逆に吸収を弱めてしまうんですね。こまめに取ることによって水分がより一層吸収されやすくなるので、できればこまめに取っていただくのをおすすめしています。特にダイエットを意識されている方っていうのは、お食事をされる30分前に 500ml ぐらいのミネラル水をこまめに取っていただくのをおすすめします。そうすると代謝が上がるので痩せやすくなるんですね。ご注意いただきたいのがお水の種類なんです。できれば水道水とかではなくて、塩素が入っていない浄水器などの水とか、あと、ペットボトルとかで買いに行っていただくのもいいんですけれども、わざわざ浄水器をつけたりペットボトルのお水とかを買わなくても、この水道水をミネラル水に変えるっていう面白い実験をご覧いただきます。ではまず、水道水に塩素が入っていると黄色に反応する、これは検査薬です。これが黄色になるとそれだけ塩素が入ってますよっていうことになります。今黄色になってるの分かりますか？分かりますかね。で、これだけ塩素が入ってるよっていうことなんですけれども、ここにですね、よく売られてる普通のお塩でも塩素が消えるかっていう実験をさせていただきます。はい、お塩入れました。分かります？普通のお塩ではこんな感じで塩素は消えてはおりません。で、よく売られてるこういう天然のピンク色の岩塩ですね、これで塩素が消えるかっていう実験もさせていただきます。はい、よく売られてるピンク色の天然の岩塩でも塩素は消えてはおりません。で、続きまして、私の大好きなこの3億8000年前のグリックスソルト、いわゆるブラックソルトですね、こちらで塩素が消えるかっていう実験をさせていただきます。一瞬で変化するので注目して見ててください。いきますね。見えますか？ミネラル分で一瞬にして、先ほどまで黄色かった塩素がキャンセルされました。それだけすごい魔法のようなお塩なんですけれども、これを今度は科学的に分かりやすく見ていただける機械があるので、この機械でも見ていただきます。はい、ではこの水道水がどれだけの数値を出すかっていうのを見ていただきます。
まずは先ほどと同じように塩素が入っていると黄色に反応する検査薬で、これが塩素が入っている水道水っていうのを見ていただきます。わかりますかね。で、こちらの機械が酸化還元電位っていう機械で、この数字が高ければ高いほど体を酸化させてしまうので良くないんですね。で、この数値が低ければ低いほどすごく還元力が高いっていう良い数値なんです。なので数字が低ければ低いほど良いっていうのだけ覚えておいてくださいね。ではいきますね。今どんどん上がってるの分かりますかね。だいたい塩素が入ってると平均500ぐらいいきますね。今どん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 上がって今500以上ですね。で、これに先ほどの一般的に普通に売られてるお塩を入れて、塩素が消えなかったので数値でも見ていただきます。はい、お塩を入れました。塩素は消えてませんし、数値も変わってはおりませんね。で、いわゆるピンク色の天然の岩塩も同じく入れてみます。はい、同じく塩素も消えておりませんし、数値もそんなに変わりはないですね。で、そこで先ほどのこの3億8000年前の私も大好きなこのグリックスソルトを入れてみます。ではここでは数値がいきなりガーンって変わるので注目して見ててくださいね。いきますね。はい、まず塩素が一瞬で消えました。そして数値もどん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 低くなってるの分かりますか。で、なんとすごいことにこの数値どん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 下がって、どん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 数値が下がって今マイナスまでいって、で、これね、すごいことなんですよ。マイナスになるっていうのは相当なレベルで、よく還元水って言われてるような何十万ってするような機械とかでもだいたい平均値300ぐらいなんですね。で、このマイナスまでいくっていうことは、もう例えばお野菜とか洗っていただくとそれを還元する威力っていうのもすごいですし、なので野菜が傷みにくくなるんですね。で、例えば喉がイガイガしてる時とかはこのソルト水でうがいをしていただくと喉もすごくすっきりするので、あらゆる、まあ、お料理とかにも使っていただけるっていう万能なお塩なんですけれども、よくこのお塩取りすぎて塩分取りすぎにならないですかっていう心配があるかと思うんですけれども、そこは安心してください。っていうのが、お塩を取りすぎたらダメな理由っていうのが、お塩、天然のお塩とかの中に含まれているにがりを取りすぎると良くないんですね。で、にがりっていうのはお豆腐を固めたりする時とかによく使われてますが、タンパク質を固める効果があるんですね。で、人間の体の中身もタンパク質でできているので、にがりを取りすぎるとどうなるかというと、内臓機能がどん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 硬くなっていくんですね。で、内臓って硬くなると解毒しきれなくなるので、なので本来でしたらにがりが入っている塩分っていうのは取りすぎたら良くないんです。なので、このグリックストルトの安心なところは、もともとヒマラヤ山脈ができてマグマが発生して海の海水丸ごと焼かれたミネラル分の塊なんですけれども、その時にマグマの高熱でにがりが奇跡的に熱でほぼほぼ飛ばされてるんですね。なのでこのグリックソルトに関してはたくさん取っていただいても安心なんです。なので私もこのお塩は毎日持ち歩いて食べてますし、私の孫もこのお塩を見るとお塩お塩ちょうだいちょうだいって言ってくるんですね。で、うちの孫っていうのはまだ3歳児なんですけれども、そんな小さい子供にもたくさん食べさせても安心安全なお塩なんです。はい、このグリックスソルトすごかったでしょ。なので私も毎日意識してたくさん取ってるんです。では最後に
3つ重要なことをお話しさせていただきますので、覚えていただければ嬉しいです。まず1つはですね、毎日とるお水っていうのがすごく重要ですね。で、できればお茶とかコーヒーではなくて、お水を1日2リットル以上こまめに取っていただくっていうことをおすすめしてます。そうするとお肌がプルプルになっていきます。で、2つ目はそのお水の質です。水道水とかではなくて、できればミネラル水を取っていただきたいです。でも浄水器がなくても安心してください。このグリクソルトがあれば、水道水をミネラル水に変えていただくことができます。では最後3つ目、3つ目は質のいいお塩を取ってください。で、このグリクソルトの場合はすごい強いミネラル分が取れるので、意識して取っていただきたいんですけれども、お塩を取りすぎても、このグリクソルトを取りすぎても安心安全な理由は、にがりがほぼほぼ入っていないので、塩分気にされている方とか小さいお子様でも安心して取っていただけるっていう、この3つを覚えていただければ嬉しいです。なので、このいいお塩があればもう年を取るのが怖くなくなるので、本当に毎日毎日意識して取ることによって、体がどん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 綺麗になっていくのが感じていただけるかと思います。それでは次回なんですけれども、次回はこのお塩 100% 使った入浴剤のお話をさせていただきますので、温泉好きの方楽しみにしててください。では今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。